皆さんこんにちは。10分でわかるヒーローズパート2楽曲解説のお時間です。イエーイ。11曲目レイズヤソウルですよ。ご唱和ください。レイズヤソウルです。ヒーローズオールメイズビーユー。よしよし、なんか今回揃ったんじゃない、はい、ありがとうございます。お、揃った、やったぜ。初めて11曲目にして、11曲目にして初めて揃いました、うん、イエイ。というわけで、403大好きなこってことのシンフォニックパワーメタルですね。大合唱で大団円な気持ちいい曲です。もうガッツポーズ系ですね。ガッツポーズ系で、何気に403曲としては初めてのフェードアウト終わりですね。嫌いだからね、曲調を持って俺らそう嫌いなんだよね。フェードアウト終わりがね、もうスパッと終わった方が気持ちいいやんけっていうね、あのレガオも俺もあのそういうスタンスなので、そういう意味ではすごく珍しい曲です。もともとはね、あの劇団骸骨ストリッパーの舞台ジャガイオメタル幻の公演となってしまった、舞台なんですけれども、まあ、それのエンディングテーマで、すでに YouTube でも、公開しておりますが、まあ、そこから曲構成も変えていたり、まあ、歌詞も日本語から英語に変わって歌っているってこともあるので、で、まあ、もちろんねボーカルというか歌とか演奏とかも含めてあのやり直しているというかいうところもあるので、まあ、そういった変化をね楽しんでいただけると幸いです。でテーマなんですけれども、こちらがですね、ヒーローズパート2の2つ目のテーマです。音楽が人を支えるっていうね2つ目のテーマのキーとなる曲です。で歌詞の中で言うところの We はこの曲を聴いてもらっている人たちの好きな曲、403的にはサザンクロスを想定して作っています。この動画を聴いている人たちがいつもなんかこう脳裏に思い浮かべている曲というふうに思ってくれていいと思います。 You っていうのは、この曲を聴いている人たちですね。でこれ両方ともミソになるのが、英語では複数形にしていますが日本語では単数形で扱っています。でこれは皆さんそれぞれ好きな曲違うじゃんっていうことで We なんですよ。愛にしてしまうともうサザンクロスって決めちゃうことになっちゃうんですけども、そうじゃなくていろいろそこはもういっぱい曲があっていいよっていうメッセージなので We にしてます。で、曲もいっぱいあるし視聴者もの方々も、まあ、1人じゃないわけじゃないですか。なのでそこは You っていうのは単数形ではなくて複数形、あなたたちっていうことで扱ってます。日本語訳にそれを反映してしまうと俺たちはあなたたちが好きな曲たちですとかなっちゃうので、それは分かりにくくなっちゃうから、日本語では単数表現にしていますよというところです。まあ、つまりこの曲はですねサザンクロス、まあ、もちろんこのサザンクロスに限らず好きな曲は何でもなんですけども、つまりサザンクロスがこの曲レイズヤソウルっていう曲に形を変えて聴いてる人たちみんなに魂を奮い立たせろって鼓舞するっていうぶっ飛んだストンスの曲です。まあはって思うと思うんですけどでも思い返してみてほしいんですよ。これあの一言ポエムにも書いてるんですけども、もう皆さんが立ち上がるときとか立ち向かうとき走り出すとき涙流すとき、いつだってあなたの一番そばに寄り添ってくれたのは誰ですか、他でもない大好きな曲じゃありませんでしたか、背中を押して魂を鼓舞してくれたのは誰ですか、他でもない大好きな曲じゃないですかっていう、そういうところなんですよ。ってことはその人が大好きな曲っていうのはその人にとってヒーローなんですよ。でこのヒーローがこのレイズヤソウルっていう曲に形を変えてこの曲を聴く全ての人に俺がいつだってついてるから頑張れと伝えるっていうね、そんなぶっ飛んだお話です。ぶっ飛んでんな。で解説に入りたいと思います。これはねサザンクロスのアンサーソング、まあ、アンサーソング言いたいだけなんですけど、うん、的な立ち位置の曲で、というかこの曲の主人公がサザンクロスっていう曲そのものなので、内容もサザンクロスが持つ応援歌的な側面を色濃く反映しています。ゆえに八田中&403っていうダブルボーカルだったりしますね、うん、あれからね、サザンクロスを出してから17年経っていろんな経験を積んで改めて全ての人の応援歌を作るとしたらっていう、まあ自分への、ね、問いかけのもと、まあ、言葉選びですね、英語の響きだったりとか意味とかも含めて、言葉選びをしています。なので403にしては珍しくサビの音数が少なくてシンプルなものになっているというのも特徴かなというふうに個人的には思っています。で、ここ、狙ってます、4分3秒のラスサビ落ちサビのシーンですね、With is your face のあのちょっとメインボーカルがちょっと抜けた感じのところの部分は、主人公を待つ大勢の仲間たちが待ってたぞヒーローっつってこう手を振っている情景をね思い浮かべて作っています。これねなんとなく伝わってくれると嬉しいなと思いますね。
で、その落ちサビは主人公松尾勢の仲間たちが待ってたぞってこう言っていて、でサビが転調して色めがきがゴーって入ってきて、またメインボーカルがゴーンってまた真ん中に来るんですけども、主人公がまあ要は合流するわけですね。で合流してその仲間たちと一緒に最後まで未来に向かって駆け抜けていくっていう、まあ、最高に気持ちいいね終わり方をしている曲です。なので4分26秒から、転調していくとこですよね、はこの曲を聴いているあなたが歌って完成する曲なんです。なのでぜひともそこは本当に大声で歌ってください。あ、難しい場合はですね、あの口ずさむ程度でも問題ないんで、とにかくそこをあなたが大声で歌ってもらうことっていうのがこの曲を完成させるポイントになります。ライブでやるとしたらここは絶対観客的にマイク向けるやつです、畑中が。でラストのねオルゴールっぽいパートところはですね、まあ、幾億もの楽曲が、まあ、光の粒となって雪のようにこう永遠に降り注ぐ情景っていうのをねイメージしています。まあ、誰かがね歌い継いでくれる限りその歌っていうのはね永遠にその人の中で生き続けるっていう、まあ、よまるさんの、まあ、これももはや祈りですよね、祈りにも似た願いを具現化したものです。でフェードアウト自体は永遠の表現ですね。というわけですが、サザンクロスっていうのが世に出てから17年間経つわけですよ。で、まあ、いろんな人の心に寄り添ってきたわけですよ、サザンクロスが。もちろん我々もう私も特にそうです。本当にしんどいことありましたけど、サザンクロスのおかげでこのプレゼンしんどいなとか、クレーム対応のお客さんとこうノックする前にしんどいなっていう時にサザンクロスのサビがねやっぱこう思い浮かんできて背中押されたって気持ちがあったんで、ね、そういうのをなんか形にしたいなっていうのはずっと思ってたんですよ。で、まあ、4枚目の、ね、このアルバム未収録曲に全力スマイルっていう曲があったんですね。メンバーの皆さん知ってると思うんですけども、うん、でそれはね実はあの笑顔がヒーローだぜっていうね、これまたぶっ飛んだ設定の曲があって、であの人を幸せにして元気にする笑顔ってもはやヒーローじゃねみたいな曲があるんですけど、で、まあ、これがね、人ではなくて概念を英雄にしたっていうね柔軟な発想なんですけども、まあ、このあたりからねヒントを得ている曲でもあったりします。まあ、あの全力スマイル自体もちょっとこのアルバムのこのジャケットとかその他の曲を聴いたらこのアルバムに入れちゃうとちょっとまずいよねっていう感じになって入れなかったんですけども、うん、まあ、このアルバムに入ってない曲で言えば、まあ、もののけクリスマスっていう、ね、曲もありますよねっていう、あったね。これはねクリスマスの発売に間に合ってればワンチャン入れてたまでありますね、うん、確かに ね、うん、そう結構濃厚だったよね途中まではね。そういい曲だからね、うん、ぜひやりたかったね、いわゆるその、大助だよ枠でもあり、うん、ウェルカム、うん、あの骸骨ストリッパー的なね的なね、うん、ワイワイガヤガヤだね、ワイワイガヤガヤガヤの曲だったんですけど、うん、まあ、今回のアルバムはやっぱ入れなくてよかったなっていうふうに思ってます。なんか本当にアルバムの完成度というかね作品としての統一感っていうのは出たなというふうに、うんうん、思ってます。確かに確かに確かにグーリスマス煩悩の剣もこれ聞かせたいな、うん、いつか聞かせたいな、いや俺聞きたいもん今録音まではしてますからねこれ、うん、そう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 、いつか本当にね別な形で出したいなっていうふうに思ってます。まあ、それにしてもこの設定、まあ要はその曲そのものがね別な曲に形を変えて聴く人に思いを伝えるっていうのを思いついた時には俺まだ参るわってね思いました。自画自賛ですけど、うん、そうまだ戦えるわ俺って思いましたね。で、まあ、途中のねサザクロの亜種みたいなパートあると思うんですけども、これはねサザクロがレイズやソウルっていう歌に形を変えて限界しているため、本来の形を保てないっていうことを表現してるんですよ。要は歪んでるとか歪んでるんですね、うん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 、でかっこよく言うとサザンクロスディストーションっていうねそういう言い方ができるんですけど、無茶なことをしてるんですよサザンクロスをレイズやソウルっていう形に変えるっていう、結構無茶なことをしてるので、いつまでも語りかけられないよっていう、ちょっと形も変わってるよみたいなことを表現したくて、まあえてサザンクロスのサビのマイナーアレンジにしているっていうところはあります、うんうん、でただその直前のあの So take a hands とかあるじゃんね、あの、うん、さあ俺たちの手をつかめっていうシーンっていうかフレーズは、うん、サザクロのラストの歌詞の、うん、So let us reach our hands our hands ってこうさあ手を伸ばそうっていう歌詞にかけてたりします、うん、エモ要素です。なんていうんですかね、いろんなことちょっとね挑戦した曲でもありますね。そういう意味ではどうでしょう、こうあのメインボーカルの一人である畑中先生的にはこの曲。そうだね、やっぱりなんかその岸君も 4.03 秒から来るさ、うん、あの感じ、あれってなんかその最後ミックスとかマスタリングしていく過程で結構変わってって、この感じがすごい出たと思うんだよね。うん、あそこなんかメンバー全員でちょっと結構ね議論もしたもんね、したした。うん、でもなんかこの俺は十分だと思うけど俺はもっと落としてほしいとか、そう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 、なんかそういうのあったよね、あったあった、
うん、このマッテカズヒーロー感っていう意味ではなんかいいし、その後のまあ盛り上がりですごいこうそこが映える感じはあるもん今。そうだね、だからそう、うん、これは本当にね、あなたが歌って元気になってかこそのあの完成っていう曲なので、うん、そう、そこをうまく演出できたかなっていうふうには思いますね。レカちゃん的にどう？こうギターも結構ね面白いフレーズがあった、うんうんうん、これもね、まあ言うてギターでは2本持たないといけない2本持たないといけない、おかしいよね、ところどころね、おかしいですね、うん、A メロから P メロのつなぎとかおかしいですね、うん、ギターのコピーするのはちょっと諦めてほしいかなって思いますそうだね、うん、はい、あとね、お気に入りのフレーズはあったりするんだけどね、結構、うんうん、言ってくださいよ胸に秘めてないで微妙な手前とこ、あそこの後ろのバッキングがすごい好きで俺、でじゃあちっちゃい、そう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 、ええこの BPM の疾走曲であれが出てくるってなかなかないのよ。だそういうところをね、やっぱしおみくんはねやってくれるんだよね。俺に思いつかないことをやってくれる。それが当たりか外れかはある、置いといて、そう、ね、うん、それが人道的か非人道的かはある、そうそうそう、あれは OK パターン、 OK パターン、演奏できるかどうかとかあんま考えてないのがやっぱりね、うん、キーボーディストの作曲だなっていうのは思いますね、はい、で、ギタリストテッシー的にはどう？んこれ正直こんなこと言ったらあれなんだけど、うん、突如として出てきたイメージが強くて僕の中で、なんかだいたい塩見くんの曲って何らか原型がある段階からポロポロ聴いてた気がするんだけど、あ、共有というかほうれん草よくやりますけど、うんうん、なんかそのそれをぶち抜いていきなりパコンって出てきたイメージが強くて、これいつ思い浮かんだろう、うん、だろうっていうのは一個不思議だったのはありますね。これね、ジャガイオメタルでそのまあ、エンディングテーマとして作っていた曲なんですけども、ね、実は最初に出したやつがボツ食らったんですよ。で確かに自分の中でも納得いってなくって、うん、そこであのそれもあってちょっとメンバー間にもいやこれはちょっと微妙だなと思って表示してなかったのがあって、でなんやかんややり取りをその演出家の人とやってる中でこれだっていうのができたタイミングで共有したんで、多分いきなりポコンと出てきたイメージになってる、うん、なるほど。それなんでいきなり出てこられたの？なんかきっかけがあったの？やっぱりそのね、演出家とのそのラリーで結構曲って変わるんですよ。例えば話戻るんですけど、信長ジャーニーも実は同じ歌詞、ね、結構似たような歌詞でめっちゃ違うメロディーだったんですよ実は。あ、全然違ったもんね。もっと牧歌的な曲だったね。なんか明るかったっていうか、うイメージが全然違った、うん、言うたらあれだよね、平日の夕方にやってるどっちかっていうと少女漫画のエンディングテーマっぽいイメージでした。諸行無常に変わったりとかっていうのはやっぱり演出家からのごめんやっぱこれは全然違うわっていうあの忌憚のない意見があって、うん、おおそうかそうか、じゃあ変えるわっつってでのラリーでやっぱりね、良いものになっていくんですよ。なのでこの曲はそうですね、まさにそれであの生まれ変わったというか、うん、もちろん 100% 全部の変わったわけじゃなくて、いい部分はいい部分としてあって、例えばそのイントロなんか一番最初がこれだったんですけど、やっぱサビの部分がちょっと違うなというオーダーがあって、じゃあもうこういう感じでいきましょうという感じでこんな風になったよっていう経緯がありますね。はい、というわけで、音楽が人を支えるという本アルバム2つ目のテーマのキーとなる曲レイズヤソウルでございました。次はですね、いよいよサザンクロスリビジティットになります。次回の動画でお会いしましょう。